北の柿大橋見山駅建造付近知って黒川道路は神奈川県川崎市の幹線道路の通称。川崎都市計画道路3 4 9号知って黒川線として都市計画決定されているほか、一部区間は主要地方道野川菅尾線として主要地方道に指定されている。神奈川県川崎市の細長い地域の内主に横浜市と隣接する地域を 南東部の川崎駅付近から北西部の住宅地までを貫いて結ぶ。市内を従管する主要な幹線道路の一つとして位置づけられている。1946年8月26日に都市計画決定された。このほか川崎駅西口から国道1号尻試交差点を経て末吉橋交差点までの神奈川県道1 4十号を川崎町田線の区間についても、 一連の道路として扱われることがある。東名高速道路東名川崎インターチェンジに直接接続する道路であり、交通量は多い。前線にわたって沿線は住宅地となっているが、東名川崎インターチェンジに近い川崎市、宮前区域には沿線に倉庫、配送センター等が立地する。また、前線にわたって沿道に郊外型店舗も多く立地している。 山口台南側交差点から神奈川県道3号世田谷町田線まで683メートルの延伸工事は2005年12月に着工し2010年10月24日に開通した。2014年現在、片平二丁目交差点から先の680メートルの区間が事業中となっている。ありがとうございます。